どうもこんにちは、ベアワークスの熊山です。今回はミラー直した時の動画ですね。このミラーのとこですね、こんなもんで止まってるんですよ。どうしてこんなことになってたかっていうと、もうすでにこの車買った時からこんなボロボロのがついてて、でもうこれ外す時にネジ取れちゃったんですよね。見えますかねこれ。よいしょ。ここもネジ山がボロッボロでなくて取れなくて、でもこんな感じで取れちゃったので代わりを買ってこうやってつけてます。あ、これをきちんとしていこうかなと思います。では外すと、よいしょ、で外したらここちょっと押し込んで平らにします。押し込んで平らにします。押し頑張る。でがこうと、まだ当たってるな。もうちょっと叩くか。よし、まあ、こんな感じかな。はい、それでこの大穴が開いて、もう使い物にならなくなったところは、長いネジと、あと、でかいワッシャーですね。ちょっと、ちょうどいいワッシャーがなくて、よいしょっと。じゃあ、適当なイタナットを使って、ギリギリします。で、まあ、要は止めてしまえばいい作戦で、両側をただ単に止める方向でやっていきたいと思います。はあ、ちょっと肩を休めたら、ドライバーで締めていきます。よし。ちょっとこっち締めとくか。はい、これで、ね、かなり普通に戻りました。カスタムでも何でもないです。むしろ修理ですかね。はい、普通に戻りました。じゃあこれからドアの配線カバーもつけていきたいと思います。やっぱスピーカーケーブル1本だけで打てるのってどう見ても微妙なんですよね。配線カバー教えてくれた方、ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。3300円。使ったスプレーで重傷を消しました。これは完璧だね。完璧な箱から出てきたものは、はい、これです。わかるかな？わかるかなっていうか、もうこの三菱のマークもかっこいい三菱のマークがついてるので、わかると思います。これですね。ドアの、オーディオのケーブル1本だけだったんですけども、ここですね。ちゃんとこれで雨よけというか、ガードというか、つけていきたいと思います。車に行きましょう。はい、ということでスピーカーケーブルなんですけども、スピーカーがあって、もうちょっと中で見えてて、でここで裸で出てるんですね。でまた車の中をこう通ってって、ここにオーディオがあるということですね。はい、このスピーカーケーブルにドアとドアの隙間にさっきのこれをですね、つけていきたいと思います。よいしょ。はい、これでスピーカーケーブルが抜けました。
ということで、あとはもうこっちから、はい、引っ張ればこれでスピーカーテーブル OK ですね。そうすると、ここ軽トラの時だとちょっとシール貼ってて、まあ、シール取ったからちょっと白くなってるんですけどね。これ両側にあるので、こっち側も剥がしていきたいと思います。たらこれですね。どうなんだ、頑張って折って押し込めばいいのかな。結構ゴムをねゴリゴリと押し込めるのが大変なんですけども、力ずくで入ります。これさっきモノタロウの箱から出てきたんですけども、モノタロウで買えるんですよ。まあ、5万円とか10万円で買った軽トラでディーラー行ってこれ注文するのもなっていう人は、ぜひモノタロウの方からお買い求めください。品番は概要欄に書いています。さて、これをちょっと疲れた、これをオーディオの方ですね、はい、戻していこうと思います。運転席側も取り付けしました。ちょっと押し込んだせいでうまく形がないなってないんですけども、ついてるので OK だと思います。これでスピーカー端子をつないで、よいしょ、電源をつないで戻す。ご視聴ありがとうございました。今日はちょっとした小ネタだったんですけども、なかなかこういう作業もお見せする機会がないと思ったので、ちょっと頑張って動画にしてみました。よかったらチャンネル登録応援よろしくお願いします。ほんとチャンネル登録の人増えるとマジでやる気出るんで、ほんとよろしくお願いします。